時刻7時半ぐらいですかね。今日は先日写真集5に発売した、葉月彩さんの出身の、佐久島に、行っていこうかなと思います。それでは行ってきましょう。この船乗って佐久島来ました。お母様の出身地である佐久島、まあこんな感じですね。自然豊かというか温かみのある、ね、ちょっと11日というか4時間ぐらいブラッとして、どんな街なのか、どんな街で育ったのかっていうのを徹底的に調べていきましょう。ちょっととりあえずブラッとしていこうかなと思います。今のところ何も見つかってないです。ただちょっとなぜか気分はいいです。行きましょう。行きましょう。なんか寒いっすね、佐久島って。結構寒いっすね。佐久島が寒いんじゃないのか。うんうんうん、すごい静かですね。ヤンキーとかいるのかな。何にもないから何にも喋れないですね。お、日本のなんていうのこれ。原風景が残る島。お、すごい。坂道とかあるんですね。こういう感じで。佐久島に坂道がありました。あとなんかこれ自転車借りる感じなんですね。多分借りますか。いや借りないですね。歩いていきましょう。これどこに行けばいいんだ。これ地図的なものがない。よし、こっちに行こう。とりあえず店見つけましたよ。カフェ101って読むのかな。階段のすごい、階段の上にある。あ、見て、あ、見てクローズ。あ、クローズってなってますね。でも、あっちにもなんかキッチンって書いてあるんですよ。ちょっと行ってみましょう。え、これ超おしゃれじゃない。オーシャンキッチン。ほんとだ、これ絶対やんっていうね。クローズ、すごく気分がいい。朝さ、これ早いかもしれないですね。何が朝。いや、そりゃそうだ。サロン、あ、サロンやってる。サロン店準備しまってんじゃん。これお、すごい、猫が案内してる。すごいですね、さっきから。そうですね。リリリリリ、あれ、もういや、そこそこに喫茶店とか、なんかそこに葉月さんいたのかな。あ、そっちの葉月さん。違うね、こっちだね。まさん、この猫は葉月さんとかに案内してくれてるんですかね。そうですね。そうなんですね。そうです。だいぶのんびりしてるけど、ずっといるよね、近くに。いますね。近くにいるのか、俺らが近くにいるのか。ああ、行っちゃった行っちゃった。あ、行きました。あ、ありがとう。ここまでどうも。じゃあな。じゃあな。やっぱトロッコになるだろう。タコ漁の今と昔、ちょっと解説しましょう。昔はタコがいてですね、タコができたんですよ。ただ、島人の出現によって、タコがでも取られちゃったんですよね。今これを見て分かる通り、もういない、何も。いなくなっちゃったんですね。漁の必要がない。なるほど。島人っていうのは、もうこんな感じ。あ、違う。もう取っちゃった誰かが、多分これ。誰だ、悪ガキだな。この辺に悪ガキがいる。取ったの、葉月さんじゃないな。足湯、足湯、ここ誰が管理してるんだ、これ。足湯一休さん。なるほど。これ昔どうなってたんだろうな。まあ行こう。ああ、疲れた。ヨギ
ヨギ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 いますね。ヨギこれ名前、名前なんていうんですか、ね、これはい、しまじいさっきのさっきのしまじいですか、もしかして。ちょっとだらしないヤギだな。ヤギ全然相手してくれねえ。これなんだこれ。あれついていけばなんかたどり着くかも。よし、ついていこう。ここが多分、先島でいう多分こう、甲子園ですね。多分、これ数々の名場面が生まれたんだろうね。なんか、いいとこだ、だけど不思議なものが多いね。そうですね、なんか変ななんか置物とかさ、着物とかなんか島全体が雑貨店みたい。確かに今ゆっくりこう歩いてきて、ぐるーって今20分ぐらい歩いて結果、迷ったここすごいな。これすごいですね。どういう生活を送ったんだろう。なんか、葉月さん運動神経めちゃくちゃいいんだけど、はい、なんか、わかる。そうですね。家が、なんかね、同じ系の家が多いんだよね、こういう感じで。てか、なんかあの、黒いさ、なんか、木造で黒く塗られた建物が異常に多い。よね。多いですね。これ迷うな。なんか不思議ですね、この島は。不思議ですね。あと喫茶店がやたら多い。ですね。けど、どこもやってない。まあ、とりあえずもうちょっと回ってみますか。はい。今ちょっと、作者回ってて、ちょっとこう見てるの方にちょっとね、声かけたら、すごいこう、丁寧にね、いろいろ説明してもらってね。まあ、なんで、この島が、アートの街って呼ばれるようになったかとか、ね。あと、建物がこう、黒い理由とか、ちょっと説明すると長くなっちゃうんで、まあ省略するんですけど、まあいろいろ理由があって省略するんですね。まあ、あの元々船とかで使ってたペンキ、まあ防虫剤とかで使ってたペンキを結局こう元々船大工が多い町だったんで、まあそれを建物にも生かした結果、こういう黒い、まあ、塗装が増えた。あとなんだっけ、もう一個、あとなんかギリシャの町並み、あ、ギリシャの町並みがこうすごい白の町並みだから、まあそれとはまたね、そうですね、それとなんか対比 で、ね、まあ、黒い家を増やしてなんかまあおしゃれな感じに、していったみたいな。昔はもっとね黒だったっていうねみたいですね。でもなんか今あれだね、アートの街ってなってて、こういろんな若者が来るじゃないですか。まあちょっと街並みのあれとは合わないかもしれないですね。ですかね。まあいかにこうね、あの若者でも観光として来てもね、いかにこうその地域に住んでる方にも嫌がられないように、嫌がられないようにというか、まあマナーを守ってね観光はしてほしいね。そうですね。ゴミとか捨てたりね、そういうのやめてほしいね。腹減ったな、ご飯食べに。いい話聞けましたね、本当に。そうですね。なんか、まあ、なんかもうちょっと一気に作者も詳しくなっちゃった、ね、そうですね。もうちょっとなんか歴史とか調べてみたいですね、作者は。そうですね。ちょっとあれ今日僕これ何しに来たんですか。僕は今日あれですよ、あれだよ、歴史を学びに、歴史を学びに来たんだよ。はい、違う、葉月彩さんだよ、葉月彩さんあ、まあでもあ、そういうことか。葉月彩さんがこう今もともと生まれ育った町はアートの町っていう形でね、観光地になってるってことか。なんで昔とは、葉月さんが多分住んでた頃とは随分町並みも変わってるのかな。町並みも変わってるっていうか、観光客がすごい増えたのかな、かもしれないですね。まあ、今日は平日があんまりいないけどね。よく見るもんだって、あのお昼寝ハウス、あの四角のボックスみたいなところにこうなんかこうなってて寝れるみたいな。インスタ映えってことですか。いや、もう大学生とかすごいよ。あ、そうなんですね。まあそれがいいのか悪いのかってところですよね。というわけで、佐久島、行ってきました。最後、島で、締めの動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっと寒すぎて、
取れなくて、ずっと忘れてて、気づいたら一人で家に取ることになっちゃったんですけど、まあアートの街じゃないわ、アートの島って言われる今、佐久島、まあすごい観光客が増えていて、まあ実際行ってみて、普段こう味わえないようなことだったりとかっていうのが味わえて、非常にいい経験だったなと思います。まあそこでね、葉月彩さんが育ったんだなっていうのもまあ感じながら、育ったのかは知らないけど、まあ感じながら、あとおじさんおばさんがですね、非常にこう優しくて、まあこう親切な方が多くてですね、まあ非常にあったかい島でした。まあ今回は葉月彩さんだったんですけど、今後ちょっと違う、まあグラビアアイドルじゃなくても違う方たちの、まあ、出身地だったりとかっていうのも、回ってみても、まあ自分は今後回っていこうかなと思うんですけれども、今回の動画見た方、佐久島行ってみたいなと思った方、ぜひ、一度行ってみてください。すごくいい島でした。以上で、葉月彩さんの、出身地佐久島に行ってみたでした。